さあ、今日もね、はい、ヤングタウンですけど、この昨日ね、はい、何お前今日赤い口紅塗ってやったの、今日にえらいメイクして何え、たまたまですよ。赤いリップは、何お友達からもらったから最近つけてる。そう、大阪のおばちゃんみたいに。やだショック口紅だけ。漫画やん、あんた、もう。漫画のおばちゃん、口紅だけ赤いからね。もう、おばちゃん、偶然も。いや、ちゃうそんなこと言ってる場合ちゃうねん。キスしたのか。キスしたのか。大阪のおっさん。なあ、何が、そんなに急にびっくりした。本当ですか？なんか赤いもん食べたんかな。朝から仕事とか ないです、ないです。何のそんなメイクしてるきつく。はい、ヤンタン用、ヤンタン用です。だってやってつもあれしてないやないか。今日もちょっと赤いんちゃいますか。あれですか、そうですね。今日着てきたのか。そうなんです、今日は。それで、ね、はい、服に合わせてちょっとメイクをしてきました。ちょっとだってそれ。どうですか。いいねー。いいですか。おしゃれやねー。おしゃれになりました。ちょっとおしゃれになったら。何や、様子おかしい。やっぱ変わるもんですね。洋服によって。大人っぽくなりました。だから、やっぱりいい子もが選んだだけの服があって、はいはい、その、こういうのを着させたらいいんじゃない。どうやねん、まだぎこちないのか、そういう。そうですね。あんまりこういうシャツとかも着たことなかったんで。首が開いたよ。そうなんですよ。服ってせやな、馴染むまで、はい。そうですね。馴染むまで似合わないのよね。うんでもすごい嬉しいです。うん、あの本当に不思議や。だからいい子もはいい子もでこうして赤い口紅塗って、はい、シャドウを入れて。えでも最近本当もうこの 2,3 年赤い口紅とか女の子たちに流行っていたりして。じゃあ分かるよ流行ってるね。こんな赤いの塗ったことないよね。このラジオ番組でお前、はい。最近もらったばっかりで。そうなんですよ。おかしいなお前。また俺を誘惑しようと。弱いんですか。赤い口紅が弱いね。俺たち時代は。はい、赤の口紅に塗って、来たら、はい彼女は相手のこと好きだっていう合図もあって、だから、喧嘩するときとか、はいはい、浮気現場に乗り込むときとか、はいはい、女赤つけんねん。だから、俺はもう、だから、男女7人、夏物語のとき、はいはい、は、そのシーンで、もうドラマの中の台本で、うん今日は赤い口紅、女同士の戦いやってんけども、はい、俺を争う、はい、今日は赤い口紅塗っていくっていうセリフもあるぐらいで、うん、へだ攻撃的に出る時には赤らしいねんけどもやな。まあ、今の時代は知らないけど、はい、多分そういう要素はあんのんちゃうか、はい、そうなんですね。そうだから、うん、だからなんか今日この後なんかあんのか知らんけどもやな。この後ですか、うん、リハーサルです。リハーサルが。そしたらお前俺か庄司をターゲットや、はい、ちょっと待ってちょっとちょっと待ってやな。あ今日あ持ってきよったわ買ってきよったわ。ああ嬉しい。もうこれありがとうございます。もう申し訳ないけどもう牛肉にしたわ。あ嬉しい。豚肉豚肉にしようったけどね。やったありがとうございます。この洋服にあった、ああ洋服にあった牛肉、今日は牛肉くれ買うてきてくれたらしいわ、うん、ありがとうございます。誕生日嬉しい。お誕生日は牛肉にありがとうございます。なんか一番ありがたいよね実は。すごく嬉しいです。肉ってみんなお肉大好き。今日はもうすき焼きって決まってしまったからね。そうですね今日のすき焼き肉やろこれ。ステーキ。そうですそうです。すき焼き。すき焼き肉ありがとうございます。おお。だから今日も取ってね。はい。今日はすき焼きでじゃあ。だから今回あれやわ。庄司の贈り物が一番高いわ。俺のモスをそうや。やめてくださいよ。やめてくださいよ。普通普通。このパンツ。いや安い。でも普通やねんな女の子にとっては。普通ですよ。はい。今時の子にとっては。いやそれはもう言われへん。その値段は言われへんけどもやな。耳塞いでますよ。いや。そうなんですか。そう。俺こんな安いと思わなかった。牛肉は高いですか。高い高い高い絶対。お前の方は。ありがとうございます。だから上もそう高くないやろし。多分今回まさかの値段的には庄司が1位。お肉が。あとでちょっと半分返して。半分も。ほんまやわ。それでお前、やっぱりいい子もそうやないか。お前、はい、俺の前できな粉の、はい、ジュースを目の前に置いて。豆乳ですよ、豆乳。お前。じゃあお前、言えよ、好きな。何ですか、何ですか。好きな好きってもう。どういうことですか、何を。俺がきな粉好きな知ってるよな、お前。知ってます、知ってます。目の前に言わなくて。それの目の前に、ポンときな粉って、はい、味が見えるように。豆乳。大増しになんか、アカシア色に染まってますよっていう。せやわ。ね。
なんか今日は、そうですよね、今日はなんかおかしいわ。え、違いますよ。もう体に正直に、あ、きな粉の豆乳飲みたいな。もうそんな飲んでなかったやん。そうやんか、今まで飲んでなかった。これ持ってきたこともないし。え、急に摂取したくなったんですよ。いや、おかしい。赤い口紅に、なあ。今日なんかありますね。このシャドウに、きな粉を突き出すってやっぱり。おかしい。おかしい。もう。お前後でカバン調べるから。お前、いろいろ、カバンにいろんなもん貼り付けとんちゃうか。何言われてんの？いろんなもん。村上さん。ワッペン。まあ、貼り付けたら俺のこと好きって、それイコールしない。俺いろんなことに感化されて。俺は。影響受けて。貼り付けるから、サンマが好きじゃないの。あ、そういう問題じゃない。ただね、はい、このヤングタウン、昨日偶然タクシーに乗ったら、はいはい、俺はもう昨日ちょっと隠密な行動してたもんで、はい、珍しく帽子かぶって、はい、メガネかけて、はい、マスクして、はい、で、タクシー乗って、はい、で、すいません、いや、飯倉片町まで行って、って言うたんですよ。はいはい、ほんなら、わかりますよ。あ、さんまさんでしょ。もう、声聞いたらもう、まあ、僕なんかもう申し訳ない。本当に申し訳ないですよ。さんまさんですよね。いや、あ、そうやけど、って言ったら、もうね、声一声。というのはね、私ね、毎週ヤンタン聞いてるんですよ。おお嬉しい。ヤンタン聞いてるんですよ。はい、毎週聞いてて、はい、もう今日は嬉しいな、さ、もうね、今、いいくらって言った時に、あ、サマさんって、普段もう毎週聞いてますよ。声毎週聞いてるんで、もうすぐわかります。すいません。本当に夢のようです。もう、ふわっと思ったんですよ。声で、もう私らもう毎週ですよ。奥さん、嫁さんと。置いたら、ずっと喋ったら、はい、お前とこのアップフロント、はい、ハロー。ハロープロジェクト。ハロープロジェクトとかを全部言ってる夫婦やん。コンサートとか、ね、コンサートとかも、だ、から、毎年、夏と、冬と。正月なんだろ、はい、はい、あります。それ全部参加してて、今まで。嬉しい。ほんで、毎週毎週、はい。だから俺の不安ちゃうかって、結局、お前らの、ラジオを聞くために何を、ありがとうございます。いやいや、さんまさんももちろんですよ。それで、はい、やってて、で、若いのに個人タクシー。へぇー。で、35か6で、もう10年かかるらしいんでね、うん、個人タクシー将来やりますっていう、提出して、はい、他のタクシー乗っといて10年。だ、うん、から、ものすごい早く、うん、決断して、うん、個人タクシーの運転手さんやっとんだけども、はい、うん、それが、なんとお前らの不安で。で、あ、飯窪さん、あと横山さんと今やってらっしゃいますよね、って言うから、いや、そうなんですよ、とか言って、いや、面白いですよ、とか言って、あれ、実はすいませんけども、僕、田中玲奈ちゃんのファンで、すいませんが、一人田中玲奈に変えてくれませんかね、からね、はい。その運転さんの希望やね。はい、希望。お前らどっちかを、できれば、はい。よかった、俺じゃなかったよね。危ないわ。危なかった。武藤寺さん乗れて、田中玲奈に。危なかった。お前がビビる必要ないね。この二人が。ほんまですか。あ、田中玲奈の昔っから、夫婦ともども。不安で。で、ずっと何もかも。言ってらっしゃる。まあまあ、奥さんがちょっと体が不自由なんで、遠いとこは行けないらしいんだけども、はい、近場のやつは、全部行くようにしてんねんて。はい、それ分かってたら、もうね、田中玲奈ちゃんを、もしこ、田中玲奈ちゃんがゲストに来たら、なんかもうといてあげますから、イエーイって、いや、僕もいつ会えるか分からん。そやな、お前といつ会えるか分からへんしな。これライン交換してる場合じゃないですからね。ライン交換してる場合じゃないし、もう、降りるときも、いや、お金いりません、いりません、いや、払うって言って、本当にいらない、本当にいらないです、受け取りませんとか言って、いやいやいや、お前、ほんま、どっときお前、そんなお前、いろいろ金に、言うとけど、まあ、俺、金あんねえぞって言って、いや、知ってますけど、今日はもう、嬉しくて、嬉しくて、もう、金いりませんからって言って、もう、そこでまた5分ぐらい。ありがたいですね。仕事をそうやっていつも聞いていただいてね、うん、それは運転手さんとしたらそれはもう嬉しいでしょう、うん、どういう人と昨日偶然すごい路上でね手上げて止まって、ね、近場でも平気で乗るよね女の子って乗っちゃいますね、あの勇気はない、うん、へー
俺結構歩くもん、はい、あのそうワンメーターで、はい、申し訳ないなと思うとあの歩いたり違うルートで行くわ。一応近くて申し訳ないんですけどって一言伝えてからやりますね。近くて申し訳ないんですけどっていうのも嫌やね。へえ。じゃあこれ歩こうかと思ってよう歩く俺。だから困る、うん、女の子は平気でそこの路地から店分かんなかったからタクシー乗っちゃったとかなんかわっきり分からんこと言ってるやつが。おー、いいねけどもやな、うん、お前らはタクシーか。あ、でも基本は割と歩く方なんで。電車。電車と。あ、はい、あお前ら電車、まだ。はい、そらせやわな、そんなに。ねえ、タクシーに乗るとか。うん、自転車なんかそこによくあの、なんか乗り捨てみたいなの置いてますよね。あ、ありますよね、自転車いっぱい。あの、それなんか、あ、携帯でパッとやって、なんかお金そこで払えるようなシステムにしてんのか。うん、鍵が開いて、うん、まあ乗って。どっか置いとくの？置いとくんでしょ、ね。置いとく場所もあんのか。あれあるんかな？そこは固まってたり。家の近所にあんのかな？その自転車置き場。あんの？絶対。俺らの家の近所も。あ、そうなの？大体あるんですね。大体あんの？俺乗って帰って、そう、全部でいいんです。置いといたらそれでいいの。へぇー。それ、あ、深夜もやってるそれ。シーンもやってます、やってます。24時間。24時間。あ、そしたらそれって。やめて自転車で。自転車で。自転車で。自転車でながら、もう鼻歌も丸聞こえ。鼻歌も丸聞こえです。鼻歌も丸聞こえ。もう多分恥ずかしいやね。これは誰もいない路地で歌、大きな声で歌を歌ってると、角で人がバー出てくる時あるやんか。うん、その時に、大きな声で歌ってるから、ちいちゃい声に変えられへんから、急にはなんか、歌すな、なんか、変えんの恥ずかしいから、そのまま大きな声で歌うねんけど、だから俺の場合歌が下手なんで、一人ごと喋ってるおっさんやん。危ない。あの、気持ち悪くなるんで。ずーっと一人ごと喋ってるおっさんやっていうのが、ある。あ、そうか、うちの近所探してみよう、そしたら。たまに自転車欲しいなと思うときあんねん。で、今うち、空気抜けてしもてね、はいはい、チョッパー自転車あんねんけど、はい、チョッパー自転車。チョッパーあの、ワンピースの。はい。え？チョッパーの、自転車があんねん。それを、俺がワンピース不安やって言ったら、はい、それ送ってきてくれはったよ。チョッパー。チョッパーをあれ空気入れて、はい、あれちょっと修理せなあかんと思うねんけども。チョッパー自転車って何ですか？こう、声とか出るんですか？うん。チョッパーが、はい、が、あの、ハンドルとハンドル、ど真ん中にチョッパーがいて。はい、かわいい。みたいになってるの見たいです。サンドさんが乗ってるの見たいですね。ピンクやね。桜色なんですね。そうそうそう、桜色。漫画に合わせて。漫画に合わせて桜色にしてあるんだけど、チョッパーって書いてあるんだけど、それ前までちょこちょこ、コンビニ行くまで乗ってたことあるんですけども、それがもうなんか壊れかけて、タイヤが全部空気抜けて、ちょっとおかしいな、ほんと。で、この間入れてんけど、また今日見てたら空気抜けてたから、ああこれパンクやと思って、うちの近所どこにあんのやろ。失敗じゃん。それ探してくださいアプリで。多分検索したら出てきますよ。え、自転車って。はい、現在所在地みたいな。何が？近くの自転車屋とか。はい、うんうん、どこで Google で？Google とかでも出てくるんじゃないですかね。え、出てきます。嘘。調べれば。GPS つけて。はい、Google で調べるのそれ、はい、今日の自転車って調べるの今日の自転車自転車パンク修理とか漫画みたいな家の近所のうちないと思うのうちの近所ないと思うわ、自転車がいっぱい置いてるとこないもんでもさんまさんだったら自分で直せそうですけどね直せるよ工具いろいろありますもんねああ直せるけどパンクはお前ないわパンクをたらいに水入れて、はいはい、そうそう探してね、探してで塗って、また誕生日もずみ君に食ってくれ、ボンドあるボンドはお前にもだまだ残ってるから、ただな木工用ボンドが下から出てもうて上があの固まってて、はいはい、おあの抜けへんかって、はいはい、線、あれ気をつけろよお前らボンド、はい、締めるときに綺麗にしてから締めろよ、はい、あの固まんねえ上ね。ほんで、ぐーっと回したら、服へ、ブワーって。ええー、お
俺ら火つけよって、その木工ボンド使えない。すごい、木工ボンドってあの真っ白やねん。知ってます、知ってます。ピューピューピュー飛んで変な感じになって、白の液が、はい、腹にくっつくって、やらしかったわぁ。MBS! やりたい赤字屋様です。こら、勝負。モーニング娘。8、飯久保春菜と、横山玲奈と、椿ファクトリーの岸本ゆめろです。全略のコーナーというわけで今日のゲストがですね、はい、椿ファクトリーの岸本ゆめろちゃん。はい、よろしくお願いします。17歳。17歳です。まだ17歳が。さっき何なのあのホイールみたいなジャンパー、あれ、アルミホイールみたいなジャンパー着てた。これはお気に入りの服で。衣装じゃないのか。衣装じゃないです。私服ですね。あ、お前私服そういうの好きなのか。そうですね。あの光物が。光物が好きですね。それ太陽光を取り入れるというか、そんなんじゃないよね。違いますね。日に強くもないですし。普通の。シルバーが好きなの、要するに。まあ、派手なものが好きで、うん、人より目立ちたいっていう気持ちで来てます。あ、なるほど、なるほど。十分、十分。うん、なんかあの、宇宙の研究室みたいな。映画に出てくる宇宙の研究室みたいな感じで。よく消防車とか言われますね。消防士さんとか。あ、消防士さん。アルミホイルって言われます、ね。せやね、アルミホイルか、はい、あいつ巻いとんのかな思ったから最初言った時。違います。水泳やったのか。私ですか？うん。水泳はやってないですね。え、何やった？私、バレーボールちょっとだけやってました。そうか。はい。ええ肩幅してるもんな、お前。そうなんですよね。この肩幅、まあ、あんまり自分的にはいらないんですけど。何や、お前、何おかしいねん、お前。いや、肩の話をすると、はい、岸もギャグを何個か持ってて。あ、肩ギャグがあるの？肩ギャグがある。え、何なの、この肩ギャグ。すみません。ありがとうございます。どんなん、どんなん。一ついいですか？一ついいよ。肩ギャグ。いきます。僕、右肩の急成長。ちょっとちょっと、うー、バカ。左肩の急成長。うん。うー、首の大暴落。ラジオやで。すいません、すいません、すいません。よし。よしやなし。やったった。やったった。首と肩戻します。のギャグ。え、なに、そういうの決まりギャグなの？大好きだよ。すごい面白い。流行ってんの？流行ってないですね、全然。はい。あと、いろいろあるの。そうですね。私、大阪府出身なので。お、大阪なんや。はい。結構、あの、メンバーの前とかでギャグ披露して、うん、あ、これ、いけそうだな、メモ帳に書こうみたいなことは。え、両親も大阪ちゃうやろ、お前、今の名前方は。そうですね。お母さんとかお父さん大阪じゃないです。せやろ。はい。どこや、その名前は。いや、私、お母さんとかお父さんの名前は特に受け継いでなくて、じゃあ、黙って。いいですか？はい。緊張しすぎて。ちょっと片言になって。ほんまに大阪か。ちゃんと大阪です。大阪です。はい、大阪です。バリバリ大阪です。ほんまか。めっちゃ緊張してるんです、今日。ずーっと緊張してる。なんか電車とかで震えてて。なんで？緊張しすぎてよくわからないんですけど、疲労回復剤飲んできました。全然疲れてないのに。疲れてないのに。疲れてるのに。だけなのに。じゃあ、レッドブルとか飲んだ方がよかったんじゃん、その。確かに。ヨンケルとか。あ、そうですね。疲労回復剤飲んできちゃいました。疲労回復剤。そう、どうかな。教授薬とかの方が良さそうだね。バリバリの大阪です。バリバリの大阪。はい。で、椿ファクトリーというのが入ってんでもんな。はい。これ来てますよ。オレンジの6番さんから。はい。ヤンダの皆さんこんばんは。こんばんは。椿ファクトリーの岸本ゆめろちゃんを紹介します。はい。大阪府出身の17歳。はい。公式ニックネームは、岸もん。はい。あ、岸もんっていうのか。岸もん。岸もんね。座右の銘は、ピンチはチャンス。必死に挑戦。これが座右の銘なの。座右の銘です。若いなぁ。わかるわ、そのうち。ピンチはピンチしかならない。なんですか？なんでそんな。ピンチはね、意外とチャンスではなかなか持ってこられへん。歌とかでもチャンスはピンチあんねん。チャンスはピンチあんねんけど、ピンチ、はチャンスにならへんねん。ピン
チはピンチでチャンスはピンチやね。長いこと生きてるとそれがわかるわ。ピンチはピンチ。そっちの方がいいんけ。ピンチはチャンスってみんなが言ってる言葉やから。はい、うん。ピンチはピンチ。座右の銘やで。座右の銘はピンチはピンチ。座右の銘がピンチは。それを分かってるというだけで素晴らしいね、実は。前も言うたように、あのモハメッド・アリーという人が、はいはい、ボディーブローを打たれると思って打たしたら効かないと、打たれないと思っていくから効くんだと、言うからな、はい、そっちの方がいいね。ピンチはピンチ、ピンチはピンチ。そうそう、どんどん言ってきます。必死に挑戦、必死に挑戦、頑張り屋さんなのか。今の方のギャグから見ても、うんうん、頑張り屋さんの感じはするよね。憧れてる人間が中学生の時の先生で、その方が言ってた言葉が必死に挑戦っていう言葉だったんですよ。なのでずっと座右の銘として心に。必死に対しての挑戦なのか、はい、必死に挑戦するのか。何事にも必死に挑戦するっていう意味です。何事にも必死という言葉に挑戦するんじゃないんだ。じゃないですね。ああ、そうかそうか。普通やな、それも。必死に挑戦します、これからは。必死、書いとこう。いや、書いとこう。なるほど。特技は大食い。バレーボールのアンダーハンドパス。要するにサーブじゃなくてアンダーハンドで上げるのが得意なの。はい、バレーボールって私半年ぐらいしかやってなくて。何やそれ。やってて言うとあかんで。そうだ、なのであんまり言わないんですよ。お前アタッカーみたいな形してんのにな。そうなんですよね。なあ、だからもったいない。できるのがアンダーハンドパスぐらいやってる。これか、これだけか。そうです。じゃあ得意ってどう得意なの。他よりもうまかった、お前アンダーハンドが、アンダーが。まあ、クラスの中では。無所属の人と、比べて。そうですね。こんな得意って。こうしたいよ。こうしたいよ。ええことやからな。セッターとか、そんなんね。はい。パスとか。半年はセッターやったんか、そしたら。いや、特に何もないまま辞めちゃって、まあ、ハロープロジェクトに入るときに辞めちゃったんですよ。なんで入ったの？いや、だから、何もないまま辞めちゃってじゃし、なんで入ったの？まずは。そうそう。中学生になって、とりあえず部活をやりたいと思って、お母さんがやってたので、バレーボール部に所属したんですけど、ハロープロジェクトのオーディションを受けて、まあ、研修生になることになったので辞めました。なるほど。はい、そりゃそうやな、オーバーハンドパスは、突き指しますね、いつも。これは、はい、トスとかは、でも、セッターにはなられへんな。無理でしたね。無理やな。はい、それは無理やな。なの得意技がアンダーハンド。レシーブならまだわかんないけど、得意。はい。アンダーハンドパスって言ってるから。パスに特化した。そうそう、これは。はい、パス、趣味、は腹筋。あ、やっぱ鍛えてんのか、お前。うん、腹筋。これでその型になってんのか。いや、腕とかは特に鍛えてないんですけど。運動能力が高いやろ、多分その体は。そうですね、見かけ倒しで私運動が全然できなくて。あかんの、もったいない。はい、走り方とかもザ女子みたいな、もう内股みたいな感じ。あ、そうだろ。なんですね、そんな風に見えないな。そうなんです、見えないから嫌なんですよね。嫌 やろ、その肩幅で女っ走りしてたら。俺嫌やわ。渋谷ぶつかるぞ。いろんな人に。ほんまやわ。確かに、ようぶつかりますね。完全に水泳の平泳ぎの体やもんな。そうかもしれないですね。かっこいい、かっこいい体の型、うんうん、俺は水泳の平泳ぎの人好きやで、ね、あの体。へえ、そうそうそう。肩広いとあんまり服とか似合わないんですよね。あ、そうな。洋服が。まあなあ、うん、昔は流行ってんけどな、肩パッと入れてわざわざ、うん、そうです。そうそう、もう三十何年前は、だからさっき言った男女7人なんかは、はい、そういうファッションの時代やって、うん、もうだからファッションをそのまま時代に、はい、合わせてやってるから、はい、今見たらすっごい古い VTR に見えんで、ね、だからせやねん、流行ってんけどな、うん、その流行った時の方やったらええのにな。そうですね、今はちょっと追いつけてないですね、時代に。あ、お前ハンガー刺しといたら。ハンガーですか。釣られたらかっこ悪いですやんか。ほんで、あの子ハンガー下まま着てあるわって。あ、確かに。そしたら肩幅のせいにはならないですね。ハンガーついてる忘れてあんのかな。いや、それ。っていうので肩幅は、まあ、お前だから、俺はかっこいいと思うけど、自分ではコンプレックスやろ、多分な。コンプレックスです。うん。だからあんな、こう、肩上がりとかいうギャグに逃げてんねんな。逃げてるわけじゃない。
じゃないんですけど。でも確かにギャグのためにあると思ったら、言い方かもしれないです。そうやな。はい。あとは、お笑いを見ること。はい。ウォーキング、ジョギング。はい。な。ジョギング。もうジョギング女の子走りで。ウォーキングもあの、カバちゃんみたいな歩き方なの？いや、もう、私、そっち聞かないんですけども。いや、でも、何？走るときはちょっと意識してます。一応、内股にならへんようにとか、うん、なんか、できるだけ普通に走ろうと思って意識するようにしてます。ああ、ほんま習ったらええねんけどね、そういう走り方やったら、あの、陸上の人に聞いて、かっこいい走り方、うん、女優さんなんか教えてもらったりしてるよね、あの走るシーンでかっこよく走りたいから、か、うん、内股やったらダサいですもんね。え、うちドラマとかで内股やったらちょっと、みんな監督、うるさい監督いるね、走り方で、だから走り方ってやっぱ綺麗にしとかなあかんねんて、はい、うん、だから今の、若手の俳優なんか人気ある人たちも、はい、走るのをものすごい気ぃつけとる。うん、やっぱりももを上げるように、下をかっこよく映んでて、うん、そうそうそう。で、俺らも気になるよ。だから、あの時今、ボディーガードって木村がやってるけども、はいはい、初め、おい、なんでお前あの走り方にしたんやって、まあ、膝ちょっと、悪くしてるんです、今って言ってたから、はい、あ、そうかって、俺らもそれ見て、あ、今日走り方おかしいな、とか、わかんねんから、すごい、それでも、あ、気がつきましたとか言うてたけども、すごい、そうや、そんなもんやで、お前。お前、どんな走り方ちゃんと走ってみんぞ、走ってみます。ちょっと、はい、走り方、どんな、すぐちゃんとクラウチングスタート。ジョギングしてる感じ。クラウチングスタートする。大丈夫普通のジョギングを。これは気をつけてる方でいいんですか？いやいや、普通の、いつも通り、いつも通り、いつも通り、走った。普通、普通っぽく。お前、普通やんか。普通やんか。普通ですか？おい、何や、お前。何や、あんま思んないな。思んない。ちょっと待ってください。今のは普通じゃなかったかもしれない。あんま思んないな。そのお前、おい。おぉ、はじめそれや。何や、できんねやないか、お前。この運動神経悪くないやないか。いや、走るのとかは好きで、ただタイムとかは遅いんですよね。あ、そうなんだ。やるだけやるけど全然上達しない。はい、そういうもんなの。球技がダメなのか。そしたら、あ、ダメですね。なんでバレーボールいつもボールから逃げてますね。わけわからへんな。なるほど。あ、ほんまや。男性なルックスと奇抜なファッションで瞳を引く夢乃ちゃんが、初ヤンタン気合が入りすぎたファッションをしていないか若干心配ですが、さまざま女優さん、夢乃ちゃんをよろしくお願いいたしますということで、うん、あ、もうやっぱ不安は知ってるんだ。うん、そうですね。奇抜なファッションとかも。うん、普段着も知ってるってことなの？要するに。まあ、ブログとかにもあるんですね。写真を載せたり。あ、なるほど。はい、そういうどこの決まりのブランドがあると、それとも。特になくて。派手なの見たら買いたくなるのか。はい、そうです。柄物とかがもう、見たら、あ、これやと思って。はあ、それはもう一応有名なブランドの服なの？その、なんかわけのわからない。いや、でも、さんまさんピンクかぶりしてるじゃないですか、今日。うん。いや、それピンクなの？紫じゃん。紫なんだよ、紫。それ紫なんだよ。全然かぶってないよ。いや、でもこれは古着ですね。あ、それ古着？古着屋さんで買いました。はあ。だから、前週お前、エイクモがね、はいはい、さんまさんやっぱりピンク似合うとか、前室でな、俺が帰り際に、ちっちゃい声で、さんまさんやっぱりピンク似合うって、ああいうオフっぽい声に男は、俺は特に弱いから、すごい今日ピンク探した。今日すごい可愛いなと思って。すんごいピンク探した、お前のせいで。はい、2週連続ピンク見れたって思いました。ピンクピンクって、あいつピンク言うとったな、思って。言わんといてよ、全身ピンクなって。ピンクおじさんやん、林家さんみたいなんじゃない。ほんまに、あんまり褒めんなよ、お前、俺を。ピンク着てしまうから。いや、蛍光も似合いますね、蛍光ピンクも。え、似合う。はい。そうそう、まあちょっとな、こう赤入れてみたいな中に。いや、おおじゃないほんの T シャツや。こちらいただきます。最後の増水。全力の皆さん、こんばんは。こんばんは。椿ファクトリーは、去年の優先大賞新人賞。あ、そう、はい、うん。いただきました。すごいな。レコード大賞の最優秀新人賞をダブル受賞しました。
そんな岸本さんに優先大賞のインタビューで感極まって泣き出してしまいましたが、うん、リコード大賞では涙は見せず笑っていて、うん、なぜかインタビューアーの TBS の安住アナウンサーが感極まって泣いていました。岸本さん、レコ大で泣かなかった理由を教えてくださいということですけど、うん、私その優先大賞の時にめちゃくちゃ泣いてしまって、反響的に、まあ、すごい涙が感動したって言ってくださる方もいらっしゃれば、うん、なんか嘘泣きってめっちゃ言われたんですよ。うん、あれ嘘泣きかって言うやつもおんのか。はい、演技やったって声に出た。声に出たというか喋りながらずっと泣いてましたね。泣きじゃくってたん。なんとかね、もうなんとかね。それが嘘っぽく見えたのか、見た人が。かもしれなくて、うん、そういう思われるのが嫌やなと思ってこらえてました。あ、これはまあまあみんなそういうことを言う人は言うんだ。はい。でも大賞の時は笑って普通にしようと思ったのか。はい、こらえてました。ほな、安住さんが泣いてた。安住さん泣いてましたね。で、いつこんな、なんで泣いてんのおかしいやろ。あんたもらったんとか。もらってんのうちらやし。そこへんかった。それはお前、ちょっと大阪出身やったらお前。ねえ。美味しいとこやで。そうや。でも感動のシーンで、そんな、一人突っ込んだらもう。そこはまあ、行かなあかんな。やっぱ行けばよかったですね。行くべきやわ。うん。よかったですね。あ、ちゃちゃちゃ、あんたメンバーちゃうやん。ちゃうやん。そんなやっぱり。あんた、あずみやんかとか言って、何泣いてんの、椿まくったのにあるまいしって。それは言えばよかったです。うん。これはやっぱりな、いろいろあるからな、賞はな。だから本当は、俺も日曜日、たけしさんに賞いただいたんで、はい、行くつもりだったんですけど、うん、大杉蓮さんが、ああいうことになって行けなくなった、うん、ですけども、来年は選んでくれるかどうかはわからないんでね、うん、その時には、そういう人は泣きますよ、私もね、賞をもらって。ありがとうございますって。あれ、こう、おのおの差があってね、泣く人と、はい、こんなのね、いらないっていう人があるからな。で、俺はもうほとんど賞断ってるんですけども、この間も、ほんまでっかで言ったんですけどね、はい、その賞を取るためにね、この世界入ってきたわけじゃないから、うん、笑いの賞はいるけども、本当の賞はいらないっていう、のはいつも言ってるんですよ。でも今、断ってきたいろんな賞、全部もらっとけばよかったと反省はしてます。どうだよ。なんであの時カッコつけて断ってしまったの。いう反省はもうしてるから、お前らももらうもんはもうときや。そうだよ。その、トロフィーとは個人個人もらわれへんやろ。でも、うん、メダルをいただきました。メダルもらえんのあれ。はい、え、ほんと、おいくも賞持ったことないの。ないです。嘘やん。ないです、ないです。モーニング娘。で、モーニング娘。はあるんですけど、例えば新人賞とかだと、私たちは加入したのが後でも、グループはもう最初の方に、こう受賞したりしてるので、メンバーは今、現役メンバーはもらえないですね。あ、メダルとかもないのか、その記念の。はい。あ、そう、はい。事務所には置いてあるんだよな、そのトロフィーとか。んだと思います、そうですね。ああ、メダルもらえんのか。メダルいただきました。それをどうしてんの、メダルを。飾ってます。あ、飾っての。もう家の部屋のところに置いてます。あ、それはさ、それは、はい、それはなんか、この間もちょうどほんまでっかでその話題やってんけども、はい、飾らない方がいいらしいの。伸びないねんて。満足そこで満足してしまうらしいね。しまっとくってことですか。もういらない。こんなの、いらないっていう、おもとかな、おもとこがええねんて、一応。だからまあ、あれ、ブラックマヨネーズは、はい、飾ってる言ってた。M1、まあ、あいつらは、うん、苦労して苦労して、撮った M1、はい、を飾ってるって言って、うん、まあ、ほんでまあ、過去に、要するに、前向いて、穴に落ちるより、振り返りながらゆっくり歩きたい言って、そのネットを失われたけども、そうらしいね、その、なんか、なんていうのかな、脳が、そういう風になるらしいね、うん。それで満足してしまったりするから、ひらめきとかが少なくなんでて。そうって言ってたで、その番組ではな。あ、でもそっか。だからなんか、さんまさんは賞もらってないから、こう、どん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 伸び続けてらっしゃるんですね。お前何言って言ってんのそういうことじゃない何突然やっぱお前俺のこと好きやねん好きじゃないなあなあもう好きじゃないってどういうことやろ好きやろだからそういう変に好き
変な意味でやないけど好きですよやん。はいはい、普通に好きです。なあ、はい、好きじゃないって、それは、まあ、答えとしておかしいよ。じゃあ、俺もおかしいけど、きっと俺のこと好きやん、その。違う、違う、好きじゃない。違う。こういうラジオやってて、あの、先輩として嫌いじゃないやろ。そうですね。好きやろ。好きじゃない。何が、どういう気持ちやねん、お前。なあ、好きじゃ、人として好きやろ。まあ、普通です、普通。残念でしたね。好きでもない。好きではない。普通。横山好きやな、俺のこと。好きですね。お前好きやな。普通にこれでいいんじゃないか。好きで。だからさっきは横山、俺の下ネタ言った時笑ってんの会長に言わんといてあげるわ。ありがとうございます。よかったです。待ってない。下ネタを言うてないから。笑ってる。なんかボンドの、あれもういいですよ。ボンドの。下りゲラゲラ笑ってる。全然笑ってないですよ。ボンドの下りはないですから。ないなかった。もう何もなかったですよ。ないですから。あります、あります。ないです。あります。そう、そういうことや。さんまさんお好きですよ、や。はい。尊敬してますよ、っていう。はい、尊敬してます。そう。はい、尊敬はしてるけど、好きでは、はい。ないです。普通。それ、ものすごい変やな。尊敬してるのに好きじゃないの。それちょっと変やな。おかしな不安やな、これ。そうやわ、うん、考えてみれば。これな、メンバー何人でやったっけ ?9 人組です、ね。あ、9人もいてんのか。はい。9人 ?9 人グループです。椿ファクトリーっていうのは。椿ファクトリー、はい。平均年齢はどれぐらいなの？平均年齢は、17か。でもまだ20歳になってるメンバーが一人もいない。あ、そんな若いのか。はい。リーダーはいてんの？リーダーはいます。19歳の子がリーダーやってます。来た。もう19歳の人は。山岸莉子ちゃんだけですかね、椿は。あ、リーダーの人来てないのか。うん、俺当たってた、これ次の、これ、ラジオネーム、岸本、サンライズ夢野からいただきました。はい。全力の皆さん、こんばんは。こんばんは。岸本夢野ちゃんの大阪の実家ですが、はい、本人が言うには古くてボロボロらしく、うんうん、お風呂のドアは5年前から壊れたまま、また天井から音がすると思ったらネズミが走っていたりと、うん、何かと話題が絶えない家だそうです、うん、岸本さんお風呂のドアはもう治りましたか、また新しいハプニングがありましたら教えていただけないでしょうかということやけど、はい、いや俺の貧しい家で育ってんなっていうのは分かってそんなことないですよ。貧しいってどこまでが貧しいか分かるじゃあ俺、あの、銀色着てる時から、ここ貧しいんちゃうかな。いや、こっから、自分が目立ちたいからって言ってもそうですよ。かもし出すものや、かもし出すものや。かもしれない。かもしれないですよ。わかんない、わかんない。じゃあお前貧しいから分かれへんねん。いや、貧しいから分かんねん。貧しいわ。あ、こいつ貧しいわ、同じ匂いするわとか、そんなに貧しくはないです。夢のちゃんは、うん、いやいや、あのこんなお前ボロボロでもう紹介できないぐらいだろ。でそう、ネズミが今時いる家やもんな。はい、これは本当に本当はいてるこれ田舎やからですよ絶対。いや田舎じゃないですよ、ね、都会でもないんですけど別に田舎でもないよ。ごく、まあ、普通の町、はい、であれはネズミがいてて、はい、音がするんやろ、そのネズミの。そうなんですよ。なんかネズミが出るので、うん、ネズミ捕りを置いてたんですよ。あの、うん、粘着系のタイプの、うんうんうん。私、ハムスター飼ってたら、深夜ハムスターがそれ引っかかっちゃって、もう、ハムスターが傷だらけというか、毛が抜けちゃいました。お前なんでハムスター外に出したん？いや、ね、違うんですよ。ネズミ捕り置いてんの分かって、なんでハムスター放したあの、ハムスター放し飼いしてたわけじゃなくて、普通に脱走、ゲージから脱走しただけなんです。その日に限って。はい。うっせえお前残酷。それはもうハムスターちゃんの上走ってんのお前。いや違います、夜中に脱走したハムスターの。確かに。え、そうなんですか。そうやろネズミ。え、でもハムスター飼う前からなんかある時期になると、お前なんでお前家にネズミいてんのにハムスター買うたん、うん、もういらない。いらない。ネズミはペット、ペットじゃないというか愛着が湧かないので。ああ。愛を持てなかったり、うん。そうそう。でも、あの、アメリカとかはネズミをよく可愛がったり、ペットにしたりする人いるよ。だって、ま、ミッキーネズミやからな。あ、まあそうですね。マウス。ミッキーマウス。まあ、マウス。え
や、合ってます、合ってます。合ってる、合ってる。あ、ミッキー、あ、マウス。え、お前普段、ミッキーマウスのことマウスって呼んでんの。ミッキー、ミッキーは。あんま伝わらないと思うね。昨日。名字じゃない。名前で呼んでる。逆言っちゃった。あ、ディズニー行ってマウスがいてさ。じゃあ、ミッキーや、大体ミッキーやで。じゃあ、ミニーもマウス。ミニーちゃんもマウス。マウスや、マウス。どっちもマウス。どっちが分からへんからやな。でもこれ一つ間違ってるのが、お風呂のドア5年前って言ってるんですけど、7年前から壊れてて。どうでもええ。2年ぐらいどうでもええわ、お。だから、やっぱりちょっとそのね、いろんな事情があって、貧しく育ったんや、もう。まあ、吉本とかお笑い芸人なんか、もう貧しい家だから。もう山ほど。もう俺はもう本当に、サンシャイン池崎の実家、今の家見た時も、ちょっと驚いたもん、本当に。川の横でな、掘ったて小屋みたいなとこに両親が住んでらっしゃる。それではいっぱいいるわ、まあ、キリンの田村なんてもうね、有名やし、はい、小沢、スピードワゴンの小沢とか、いっぱいいるけど、それで、ハングリー精神で、はい、ね、頑張っとんだけどもやな。はい、そういうことなのか。そうですね。何があって直ったのか、ほんで、お風呂の。直してないです。もう直す気がなくて。いろいろ、あの、ちょっと事情があるんだ。はい。うわぁ、それはもうそれぐらいの家で、しか、何人兄弟？二人です。二人、はい、派手な服着たいの、すごいわかるわ。あの、銀のコート羽織りたいって、もう、すっごいわかる。お姉さんも結婚しちゃうのか？結婚してますね。あ、おばちゃんです。私がおばちゃんです。おばさん。あもうお子さんいる。姉子が。あ、そうかそうか。うん、お母さん、似てんの顔、君に似てたら可愛いからな。うんモテあるやろから。そうなんですかね。そうなんですかねって。恋バナとかお母さんとしないので。否定しない。そうだよ。いやいや、じゃあ、違うんですよ。わかるその感じわかるわかる。ちょっとあれ、栄養フルやもん、髪の毛もな、ちょっと違うわ。違いますよ。そうやで、正直昔、お前あれやで、はい栄養不良で毛茶色になったことあんねんで、お前。栄養偏って。ほいで、小染兄さんに、あの、うん、茶色やから、毛を染めてんのかいって怒られて、うん、こんな若手で舞台も出んやつが、毛を染めてどうすんねん言って、えらい怒られて。正直は染めてなかったの。はいはい、栄養不良で、茶色になって、うん、で、俺は小染兄さんに、すいません、兄さん、庄司、髪の毛茶色は、栄養不良で、悪いこと言うたな悪いこと言うた、あれお金もうたやろ、お前。いえいえ。え、お金もうたと思うの。いや、ご飯食べにはよく連れてもらったんですよ、それから。よく連れて。いやいや、俺その日、あの、お金もらったら1万円、俺に。俺お前に渡したって。小染兄さんからやって。ほんまですか？おう。渡した渡した、覚えてる覚えてる。すっごい反省して、悪いこと言うたなって言って、俺渡した、お前。お前に。いや、もらってないですね。その時。じゃあ、僕が猫ババ。そうなっちゃいますよ、ね、そうなっちゃいます。そうなっちゃいます。まあ、俺もな、そんなに儲けてない、これやから。おしまい。やったやったヤムス褒めてま川柳褒め短歌のコーナーイエイ。このコーナーはリスナーの皆さんに川柳短歌に思いを込めてもらい、私たちヤムスを目いっぱい褒めていただこうというコーナーです。まずは私飯久保からです。はいよ。神戸市のブラックデビルダウェスさんからです。よーほらピアス開けちゃいましたよ。ヤムさん開けました。え、開けました。はい。え、それまで開いてなかったのか。開いてなかったです。びっくりしました。どうやって開けた？あの、あれ、ポチギってポチギって、あれなんていうの？ピアサー、ピアサーで。ピアサー、ピアサー。ピアサーで。パチギえ、なんていうの？ピアサー、パチギ。じゃあ他に名称あれ、パックンチョ？なんて。え、なんですか？ピアサーしか聞いたことないです。ニードルかピアサー。ピアサー。ピアサーで。やった、あんま自分で。あ、あの、ギャルの次女にやってもらいました。え、それピアサーを？はい。怖いから、自分じゃ押せなくて怖いから、妹にやってもらいました。どんな感じだった？まだ開けてないから。痛かった？え、あの、全然痛くなかったです。あれ、冷やすの？冷やすの？冷やさない方が痛くなかったです。片方冷やして、片方冷やさず行ったんですけど、冷やさないくて全然平気でした。あ、もう一瞬でパチンと終わるの？はい、なんかパチンの音の衝撃の方がびっくりしちゃって、痛さとかじゃなかったですね。え、血は？血は出ないです。出ないの？一滴も出ないです。
え、そのツボがあんのか、血が出ないツボ。いやいや、もうピアスさんにもともとピアスがついてて、それでもう塞がれちゃうので。あ、なるほど。ああ、はい、そうかそうかそうか。穴開けてそこに通すんじゃなくて。でもちょっと血出るやん、右耳やろ。いや、1ミリも。嘘やん。はい、一滴も出なかったです。え、ほんでそれ1週間つけてんの、その。今1週間、はい。え、で、もう取んの。いや、あと3週間ぐらいはつけっぱとかですかね。うん。え、俺ピアスあげるって言ったっけ。言ってないです。あの、作ったやつですよね。さんまさんのマークの。もう何でもやろうかやろうかって言うてるから。うちいっぱいあんねん。さんまさん、ピアス開けましたよって言うから、はい。いや、でもそうですね。あの、さんまさんがその話をされてて、あ、ピアス開けようってなりました。それを聞いて。あ、ほんなお前、はい、特別賞あげようか。特別賞、特別賞。賞もらえるんですか？賞飾ってもいい賞ですか？でもサムさんに感化されてるよ。サムさんが言うてったからって。ちゃうね。うん、俺は、俺のそのマーク、これの、はい、マークの、はい、ブレスレットを作ったよな。はい、はい、いただきました。そのマークの、これの、はい、それのな、ピアス版を向こうが作ってくれて、はい、その宝石屋さんが。うんうん、で、パッと見たら分からへんねんけど、よくよく見たら俺のマークが入ってるというピアスやね、うん。はい。それあんねん、実は。はい。知ってます。知ってます。聞いてます。聞いてます。はい、あの、バレンタインで来てました。はい、あゆみのバレンタインの時に。言うな、まあ、初めて聞いたようにせえや、おう。一生懸命言うとんねん。一生懸命言うとんねん。ちょっと、水上さん。一生懸命こいつも言うとんねん。言葉が足りなかった。言うとんねんやなしに。すいません。言葉が足りなかったみたいです。じゃあ、あの、だから、それで言うたんか。あげましたって。そうです、そうです、そうです。あ、そういうことやろ、だから、言うてるやねん。言うてるやねん、これ。いいんですか、いただけるなら。お前する？え、いいんですか、したいです。ほんまに、ほんまにする、お前。で、やんだん時はぴょこっとつけてくるだけじゃあ、でもあかんねん。そんなことしないですよ。かっこええよ、あれ。はい。チラッと。あ、いいですね。うん。それがあんねん。お前、開いてるわな。知らない、開いてないです。開いてないの？イヤリングです。はい。それほんなら、やるわ。嬉しい。うん。もう、それでいいわ。せの、あれをしたかったのに、あ、さっき開きやがったか。いや、開けてもどうぞ。いいじゃないですか。今から開けるんですか？せっかく作ってくれたからな。はい。ほんで、それから派手じゃないのよ。もう、あっさりしてるから、余計か、ここへね、片一歩つけようと思って、こうして。な、片一歩。ジミーにやってもらったらいいじゃないですか、パチンって。孫とか言ってよ。分かりますよ、あのと耳の区別ぐらい。分からへんて、お前あのアホ。アホじゃない。ほんなら持ってきてあげるわ。ほんまにする、欲しい、じゃあ、本気で欲しいって言う人しかあかんねんで、それ。本気で欲しいです。ああ、分かった。ほんならそれあげるわ。ありがとうございます。どこ行ったかな、あれ。あるかな。もう、どないやねん。あるかな、どうだろうな。おかしなってるわ。さあどうぞ。仙台市のジョジョ青春ど真ん中、いいこぼ春菜さんからです。男性のデニムについて話したよ。何が？あの、雑誌のスマートさんにこの間も今発売中のやつに出させていただいていて、あの2回目の登場になるんですけど、今回は好きな男性のデニムコーデについて話させていただいたので、こう私のいろんな好きな男性のメンズのコーディネートの話が載ってます。乗ってます。ぜひスマートをご覧ください。サムさんの名前出しましたとかじゃないんですか？それなんかあるかな、ジェームズがいつもかっこいいですとかやな。なあ、そういうの話出てないのか。お前どういうジーンズが好きやねん。あ、でも細身のジーンズが好きですね。スキニーとか割と細身の人が好きです。スキニーってのはな、あのスキニーぴったり足に、あ、細い。俺がこれ今日スキニーなのか。あ、でも、さんまさんいつも細身だなって思います。あ、そや、俺細身や。はい。だから、それ。俺スキニーやろ。スキニーとはちょっと違いますけど。え、これスキニーえ、これスキニー、ピチピチみたいなやつも。はい、もうピタッと。これパチみたいに。え、もっと。でもスキニーですかね。え？あ、今日スキニー？え？違う、スキニー。え、でもぴったり、はい。細身だから、近い。あ、わかる。あの、ゴムみたいな生地のやつが。あの、伸びる、はい、ちょっと伸びるやつか。もうありますね、ストレッチの効いたものも。はい。はあ、あれ好きなん？
好きです。女性があれ履いてたらそうなんかね、ね、出るけど男性のぴったりよりぴったりってなんか、何の商売してる人かわからへん感じせえへん。いや私それに、うん、あれホワイトジーンズの好きによう履いとる、はい、人入れる男の人で、はいはいはい、六本木とかうろうろしてるけど、はい、いやホワイトはちょっとあれなんですけど、もう黒スキニーとかで上はちょっとなんか大きめのダポッとしたトップスが好きだったりします。ああわかるわかる、あそういうのいてるいてる、てる、はい、あそうか上ダポッとしたら下スキニーしたらよ、はい、OK、あるある服ある、あ来週それできたりしてピンク色のそれ黒やね、ああいいですね黒そうよいいさあ続いて北海道ドラアットマークヘビドシさんからです。芸能界、おばあちゃんの反対で、カツを入れられ、背中を押された。え、何が反対ってどういうことなの？モーニング娘。に加入っていうか、合格が決まって、おばあちゃんに報告したら、私はずっと反対してるからっていうふうに言ってて、こう、芸能界みたいな厳しい世界、春菜みたいな甘い子には、もう大変だから、みたいな。やめとけって。はい。言うて、反対したの、今でも。今でも反対してます。会うたんびに、いつでもやめていいからねっていうふうに。へぇ、うん、一応だから、やめときなさいとか、はい、あ、お前、そしたら、青足読んだら泣くわ。はい、あ、本当ですか、その漫画の。サッカーの。おぉ、はい、俺、あ、お前泣くわ。お前、早く読みたい。第6話で泣くわ。第6話で、うんうん、俺5話で泣いて。あ、そうなんだ。内容知らんから分からへんやろけど。全然分からない。とりあえず5話と6話覚えとこう。もうずっと泣いとってください。さあ、続いて。はい、続いて私、横山です。東京都宮霊さんからです。目が悪い。だけど眼科に行きたくない。ああ。そう、でも、すごい、本当に見えないっていうくらい悪いわけではないんですけど。もちろんな。はい、近視と遠視なんですよ。あ、両目違うのか。だからそうなんですよ。嘘、右目が近視で左が遠視なので、だからその遠くを見たいっていう時は片目を隠せば見えるんですよ。だから別に眼科も行く必要ないかなって思ってずっと行ってないんですけど。いや行くべきやろ。それ行くべきやろ。それは一回だからコンタクトで行けんのちゃうか、うん、目に入れるのが怖くて。メガネで、あ、そうか、普段は大丈夫。ステイとか大丈夫なのか。そうですね、全然見えるので大丈夫なんですけど。なるほど、なるほど。まあまあ、余計どんどん悪くなるから言っといた方がええとは思うけどな。なんか書くときにめっちゃこう見るんですよ。そう。横にして見るので、そういうのでも多分こっちは禁止になっちゃってとか。いうのが多分あって。あ、なるほど、なるほど。それ聞いたら分かる分かる。そうなんですよ。だから、まあ、眼科行かないといけないなって思ってるんですけど。お前、俺を見るとき、あれはもうな、左目閉じて右目で見てるもんな。俺とだから、ずっと俺のこと好きなんかな、思って。ウィンクして、合図送ってた。アピール。愛してるのサインみたいな。見えないだけです、見えないだけ。もう大阪弁にはなれへんし好きやのに好きやのに固めですね。はあ、それでこうよくこうするのか。よく固めで、あ、するするお前隠したりしてますね。あ、その方が、はい、見えるので好きのサインじゃなかったですね。そうみたいな。今、はい、今日まで黙っててんけど今これ発表されたからな。ごめんなさい、真相を知ってしまいました。俺もうちょっと言うとこやった。お前、横山がやんたん卒業するときに言おうと思ったら、はい、お前俺の好きやったんかよかった先に知っといて見えないだけ。よかった、この線量が来てよかった。最後の最後でそんな。はい、じゃあ続いて。はい、福島県シュタインさんからです。飲み物をすり替えられてトラウマです。何が？この前愛知県でバースデーイベントをさせていただいたんですけど、その時に なんか女子会をするっていうテーマで、ああ、そのお水をもらったんですよ。ああ、ステージの上で。はい、ステージの上で普通にもらって、で、みんなで、その、2月生まれのメンバーでみんなで乾杯ってして飲んだら、クエン酸だったんですよ、お水が。で、結構その、本当にお水だと思ってて、そうそう、で、喉も乾いてたので、もう一気に飲んだら、喉が燃えるような。驚くでな。酸っぱいはずなのに、痛いんですよ、喉が。わかる。うん、単純だから、コーヒーやと思って、お茶でも驚くもん。ああ、わかります、わかります。そんな感じです、本当に。あれだけでも、うわーって、緑茶も好きやし、コーヒーも好きやのに、コーヒーやと、思って飲んだら驚く。味しないと思ってて酸っぱかったから、すっごいもう。
燃えるような喉が酸っぱさで、うん、かる結構な濃さだったんだよね。そうなんですよ、もう叫んで走り回ってみたいな大変でしたね。そうか、それは初めて経験したので。そうそう、はい、昔あの柳葉がね、俺とドラマやった時、泊まりのロケやった時に、はい、俺が酒飲まないっていうので、ね、飲ましたいっていうので、うん、ウーロン茶飲んでたら、はい、そこに焼酎を入れよって、はいはい、おいで、あの、カパーイとか言うたら、あいつニヤニヤしながらやねんけど、俺ぐーっと飲んでしまったことあるの。その時の喉の驚きは、すごかったもん。焦りますよね。おー、何このウーロン茶と思って、だから疑わないね、ウーロン茶思って、何この味のウーロン茶と思ったら、あ、酒やと思って、ほんならゲラ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 笑っとって、俺、うん、すごいその日早く寝てしまって、またそれでゲラゲラ笑っとった。焼酎だから。さあ、続いて。はい、岐阜県トロンベは巨大なインコさんからです。二次関数、リオリに漢字、短距離走、ブラックコーヒー克服したい。え、飲まれへんの？飲めないんですよ、ブラックコーヒーが。あの、苦くて。まあまあ、年にもよりあるよな。本当にコーヒー牛乳くらい甘くないと飲めなくて。高い時はそうか。はい、なので、ブラックコーヒーを、な、17歳にもなりましたし、ちょっと大人になりたいなと思って。何でも食べれるようにしたいなっていうのと、あと短距離走も、もう本当に遅くて。まあ、ちっちゃいしな、お前。そうなんです。12秒くらいかかっちゃうんですよ。50メートル。50メートル走。50メートル12秒 ?100 メートル12秒って早いです。めちゃめちゃ早いです。本当にだから、あの、50メートル走12秒。しかも、本当に真剣に走ってるんですよ。なんかその、毎回その小学校とか中学校とかって。お前こそ変な走り方なのか。いや、私ちゃんと走ってるんです。どうしてか。走ってみて。真剣に。イヤホン、イヤホン。おう。え、何で早くないんやろ。どう走り方は？あ、遅いな。遅いですかね。おお、だこうだったバッタバッタ。バタバタするんですよね。シュッシュッていけへんもんな。そうなんです。なかなかやっぱり足と手がうまく動かなくて。まあまあこれは走る力とかもやっぱり持って生まれ持ったもんやからな。はい、小学校1年生からタイムが変わってなくて。へえ。中学生まで。すごい。全然変わらないんです。踊りは大丈夫なの？はい。私は、はい、不思議なのな、こっちはできて、こっちができない。いろいろ。長距離走はすっごい速いんですよ。ああ、速いというか、はい、あの、すごいのか。はい、全然大丈夫なんですけども、12秒。でも、あれやわ、長距離の足やね。あ、もう、マラソン型。マラソン型。なんか膝が上がってないね。ああ、そうかもしれないです、確かに。そやろ。ダンスとかでも全然。だから、カンペイさんなんかマラソンやらあるけど、はい、246キロマラソンの時は膝を上げないで走る人が世界一やねん。あの、お能みたいに走らはん、ね。ああ、そうか、246キロも、膝ちょっとでも上げて走ると絶対膝痛めねて、うん。だから、変やろ、トップ集団。みんなお能みたいな走り方して。確かに。あんま動かないですもんね。そうそう。そういうことなんだ。そういうことだから膝さえ上げたらええね、お前。じゃあ足上げてこれから50メートル走る。頑張れ。はい、頑張ります。今そらな、10秒になったりとかでな、ね、大したことないけど、ね、さあ、続いて、岸本は。はい、岸本いきます。箕面市。まーちゃんのヒットチャートナウさんからです。飯窪さんにトークのコツを聞きました。おぉ、さすが。待って待って、何も言ってない。え、さすが。ずっと聞いた。これは、さすが。待って待って、やばくない？今日やったモーニングみたいな。2年前ぐらいの話ですよ、もう。2年前ぐらいの話。何やってやばい。トークはさ、どういうこと言うか。やっぱりグループに先輩がいないので、うん、もう大先輩の飯窪さんに聞こうと思って、うん、私話がまとまらないんですよ、うん、なのでどうやったらお話するときに、うん、なんか順序よくお話できますかっていうようなお話あの相談をしたら、うん、その全部が全部考えて考え込んで言っちゃうんじゃなくて要点だけを頭の中に入れておけば、うん、お話できるよっていうようなことを教えてくださいましたね。かっこいい。めっちゃかっこいいです、全然記憶にないです。でも一年と言ってんねん。もうだってモーニング娘。うん、楽屋の様じゃやろ。そうなんですよ。もう一番もトップなんで、はい、モーニング娘。断トツトップなんで。要点だけパンパンって入れてさ、あとはもう行くのよ。それはなんか実行したの？実行してますね。やっぱり要点だけメモしておいて、あとはもうお話するようにしようとかって思ったりしてメモ書いたりします。要するにずっとネタを書くんじゃなくて、そうしたら余計覚えるのも大変やし面白みもなくなるから、要点で、あとはもう緊張の緩和だけよ、笑いなんて言われた。そんな感じで言われた。そのツバキファクトリーのサマちゃんって言われてるの。
言われてないです。え、私そんなこと言われてない。そんなにビッグじゃないです。つばきファクトリーのあのキリンの田村とか言われてない。解散してないんで。トーク担当とかいてんの、そういう。あ、まだそういうがっちりとそういうキャラはいないですね。あ、リーダーやろ、要するにあのステージで進行するの。あ、確かに進行はリーダーが多いかもしれないですね。で、あの笑いのあとこもあんないの、コーナーも一応ネタでやったり。そうですね。その時は肩やんの、あれ肩のネタ、肩のは言ってんの。ギャグとかやっていつも滑ってます。あ、それが売りなのか。私的には滑るのはほんまに嫌で、滑らんギャグを提供っていうかお見せしてるはずなんですよ。だから今は新しいのはないの、最近。最近これは、最近これ滑ったいうやつ。滑ったいうやつですか。じゃあ滑ってんのよ、お前ずっと滑ってんやろ。いや、最近新しく作ったやつをこれ試してみようとか思ってるやつ。あの滑ったやつありますよ。どんな行きます。カタカタ、カタちゃいます。カタちゃいます。カタちゃうのか。ピッチャー振りかぶって、お脇離れへん。いいね、いいね。いいね。いいね。お脇離れへん。いけるやん。え、私他にも特技いっぱいあるんですよ。もうええわ、もう。今度。え、どういう特技あんねん、お前。私、歌系の特技で。あ、歌系。どんな曲でも、アニーのオーディション風に歌うっていう。それはいけ、お前、今のもうラジオで伝われへんかったからな。そうですよね。あ、それやったらラジオ伝わるわ。なんか、どんな曲でもいいんですけど。何でもいいよ。そしたら、要するに、この長い下り、あれ、行くよ、行こう。はい、行きます。アニー風に。のオーディション風に行きます。この長い下り坂を。いいよ。映像持ってるやん。はい、ありがとうございます。これは自信持てますね。これ自信持てる。はぁ、他の歌では同様で、どんぐりころころで、アニ風。どんぐりころころどんぐりこ、お池にはまってさ大変。ああ、やばい。NHK の歌のお姉さんみたいな歌い方なんでな。あ、そうですね。考えたらオーディションで、置きに行く歌い方やねんな。はい。おそらく。はい。これはこれはやね。いろんなもんいてんでね。さあ、続いて。はい。東京都の天使の寝顔さんからです。よく来てる。洋服の値段100円です。あ、お前 100円の店行くのか。100円ショップ。100円ショップじゃないです。100円ショップの白い T シャツとかじゃなくてなんか古着屋さんの本当の売れ残りコーナーみたいなので、うん、100円ラックとかがあるんですよ。あ、そんなの。100円で古着を。そうなんです。はい。そこで古着って高いイメージあんのにな、うん、あ、ヴィンテージものとかは高い。あ、そうかそうか。けども、本当にそれも古着屋だもんな。これそうですね。なあ、はい、それ100円。それ、これは100円じゃなかったですね。あ、それは100円じゃなかったのか。でも100円の服をめちゃくちゃ着てます。あ、まあ、なんかでもないやろしな。100円の服って。はい。すぐ痛むやろ。その100円のやつって、古着で100円って、もうすぐ破れるんちゃう？多分人気がなかっただけで、素材とか普通にしっかりしてるんで。あ、しかしな。はい。そんなの100円で売ってんの？売ってますね。はい。さあ、続いて。はい。東京都の伊佐田コンさんからです。伊佐田ヨンさんですね。ごめんなさい。伊佐田ヨンさんからです。うん、え、コン。手弁当。中身はいつも豚キムチ。ペットボトルは水2リットル。野村。水2リットルをステージ立つときとか、リハーサルのときはいつも持ってますね。お弁当はそれ作っていってんの？そうですね。あ、豚キムチチャーハンとか。え、豚キムチチャーハンがお得に。タッパーに入れて。あ、持っていってんの、お前。はい。あ、すごいな。豚キムチチャーハンの元を買って。豚キムチを作って、ご飯とあれ。あ、ちゃんと豚キムチ作ってんの？はい。炒めて。それ誰が作ってんの？私です。え？自分で作ってんの？はい。はい。でも、水はやっぱり2リットルの方がお得じゃないですか。お得やな。それ全部飲むの？コンサート前。あ、コンサート前というか、1日で飲み切ります。2リットル？ 2 リットル。ああ、そうかそうか。まあ、人が、あの、昔2リットル1日飲まなあかんけど、あれは間違いらしくてな。うん。あの、飲みすぎやねんて。あ、そうなんですね。もう、おしっことか出ない、よく。これ。笑ったら出るとかない？アイドルだからトイレに行きません。そうなんですよ。わお。トイレって。聞いたことない。ケツの穴ないの、お前ら。え？ケツの穴ないのか。でも、バッグの中にその2リットルのペットボトルを入れて食べてんの。そうですね。うわ。だから、なんか筋肉とかもついてるのかなとは思うんですけど、いつも。
あ、もうそれだけやったら、もう初めからそんな体やと思うけど。うん、俺も大概重たいのもいつも持ってるけど、はい、そう変わらへんからな。ああ、そういうのが、はい、料理ができるってええやね、17歳で、うん。そうですね。いろいろ今挑戦したいなと思ってます。あ、そう、はい。え、味はやっぱ大阪っぽいのか、お母さんの味やろ。お母さんの味に近いですね、何でも。卵焼きとかでも。あ、卵焼きもちゃんと焼けるの、お前。はい。焼けるようになりました。去年、焼けるようになりました。だし巻き？だし巻きです。はい。すごい。卵焼きね、綺麗に焼けたりとか、うまく焼けできるってのは、なかなか難しいところやけどな。何回も練習しましたね。はい。そうか、そうか。それはほんなまあ、コンやったっけ。何やら、ポン。イサダヨンさん。イサダヨンさんには、メンバーのサイン入りスペシャル短冊を差し上げます。はい。ここで一曲聴いてください。岸間、曲紹介お願いします。はい。私たち、椿ファクトリーは、2月にですね、サードシングルを発売いたしまして、はい、うん。今日も持ってきたので、ぜひ、佐野さんと庄司さんも。いや、庄司な、俺、あれないね。CD 聴く機会がないね。機械が。ぜひ。機械、うん。そう、CD、あ、そうですね。せやね、いつも障子もらえよんねんけど、もうかわいそうでな、機械が誰かこう買ってあげたらええねんけどね。そうですね。なんかぜひ、視聴ルームとかありますよね。なんか CD だけ聴けるとことか。そこ持ってって聞くわ。ぜひ。そうですね。さあ、どうぞ。はい、聞いてて、そのサードシングルの中から、これからの季節にぴったりなこちらの曲をお聴きいただいた、お聴きいただいたいと、お聴きいただきたいなと思います。いただきたいなと思います。はい、それでは聴いてください。春恋歌。うちのおばあちゃんがって、まあ、ごめんなさい、俺が笑ってしもたからな、CM 中に。うちのおばあちゃんの話、ね、うちのおばあちゃんって言うから、俺がプッと笑ってしもたからな、ね、おばあちゃんちゃうのになとか思って。おばあちゃんですよ。おばあちゃんですよ。お母さん、はい、お前のお母さんの金ずるいことやろ。違います。違うお金は一切もらってません。一切もらってません。一切もらってません。安心してください。はい、お金は一切もらってません。さあ行きましょうか。このコーナーは昔のものから最新のものまで、テレビやラジオ、雑誌、インターネットなど見聞きした有名人の名言珍言をリスナーの皆さんにツイッター形式で報告していただくコーナーです。まず岐阜県の4番エースさんからです。将来も大阪に住み続けたいですかという質問に対し、岸本嫁乃さんが言うとったな。将来はいつか海外に、ジャングルが近くにあるところとか。言うとったなんでジャングルあるとこ行きたいねん。なんか、アマゾンとかに住んでみたくて。病院ないぞ。でも虫とか、その、動物とかと触れ合いながら生きていきたいなって思ってます。要するにジャングルブックみたいな生活したいわけやな。そうですね。ああ、まあ、一度憧れるけどな。はい、虫は多いわ、なあ。でもそんなところ、日本ではナブではあるで、ね。あ、そうなんですね。うん、雑木林というか、
いっぱい。雑木林で住みたくない。イノシシとか。あ、でも狩りとかしてみたいですね。狩りしてみたいんやろ。はい。雑木林。日本ではないね。川があってやろ、お前の言うと。川があって。はい。で、ターザンみたいな生活したいねな。そうです。なんか世界の文化で。生きていきたいです。世界の文化で。はい。何が日本以外の文化でも生きて。日本以外の。まあまあ、国もいっぱいあるからな。はい。日本とその他の文化は全部、とか、国々に文化違うからな。はい。うん。そうか。ジャングルがいいのか。ジャングルですね。お前、あれは貧しく育ったらアホになってしまってんな。いや。まあ、貧しくてアホや。一番最上コースや。いやいや、ね、都会に出るよりね。うちよりもっとなんか田舎があるっていう方がええねんね。ジャングルが。そうですね。動物と友達になんねんろ、ほいで。あ、そうです。鳥とかと。どうぞ。かわいそう。お母さんちゃんと挨拶したいな、俺。さあ、続いて。はい。千葉県のビアンコネロさんからです。ビートたけしさんが日本芸能大賞に選んだ明石家さんまさんについて言うとったな。30年前ぐらいから日本のテレビが変わってきたのは、片方にドリフターズ、そしてもう一方で明石家さんまちゃんがテレビの作り方を変えた。あれだけアドリブがすごいのは見たことがなかった。トークは抜群にうまい。功績もすごい。俺にとってあの人は自分のキャリアの中ですごいと思わされた一人。前もね、言ってくれてました。言うとった。また改めて言うてくれはったんだ。うん、まあまあ、誰に言われるよりも、はい、嘘でも、たけしさんに言われるのが一番嬉しいね、これは。だから、授賞式行きたかったんですけどもね、行けなかったのが大変残念。だからね、ありがたいことですよ。うん、こんなすごい言葉はな、嘘でも、嬉しく受け止めたいね。うん、これは、そういう感じ。わかった。はい、俺、たけしさんが言ってくれてる、こういう感じ。すごい人なんだよ。かっこいいですね。かっこいいやろ。ピンクに合わせない。さあ、続いて。はい、千葉県のビアンコネロさんからです。ピョンチャンオリンピックで銅メダルを獲得したカームスたちが、もぐもぐタイムで食べていた地元、北見のメーカー、赤いサイロが注文殺到で品薄状態になり、現在入手困難になっていることを話題にした番組で、その赤いサイロを食べた徳光和夫さんが言うとったな。76年人生やっておりますが、普通の味ですね。言うとった。なあ、飛ぶように売れてるらしい。ねえ、なあ、これ、すごいよなあ、影響っていうのはなあ。はい、この間も帰ってきて、またね、いろいろ、すごいパレード、やったり、なんか地元に帰っちゃ、ねえ、すごい、騒ぎですよね。だからまあ、この間、篠原さんが言ってあったの、柔道のね、はい、オリンピックの時はもうすっごいチヤホヤされて、すっごい、みんなにいろいろ、あっという間にアマチュアって終わるんですって。有名な時が、はい、もうスッと忘れるんで、世間って。で、まあ次また東京オリンピック来たら、また東京オリンピックの話題で、わーっとなって、でも冬季のことを、もうみんな忘れるらしいね。だから、今年はでもまあ、もうカームスか。はいはい、カームスは引っ張りだこやろな、なあ、いろんなテレビとかどうすんのか、出んのか出ないのか。ね。だから、今日も、今から工場委員会やるんですけど、はい、この間、中川家に、はい、カームスの、やりとり、はい、ちょっとモノマネ勉強し、練習しといてくれって言って、今日、多分、そうだねっていうのね。そうだね。88でそうだねとかいうのを、中川家は完璧に仕上げてきてると思います。おー。オンエアが楽しみですね。オンエアが楽しみでしょう。おしまい。はい。ヤムスは癒せませんのコーナー。イェイ。さあ、岸本は初めてやからな。はい。17歳、はい、まあまあ、16、17はこの番組、このコーナー、はい、成績がいいっていうのが今のところデータで出てるんですよ。だからもう工藤ね、そして工藤から横山に変わって、はい、工藤が上手かったからどうかなと思ったら、こいつもなかなか17で、結構やるから、はい、だから岸本楽しみや、お前は。今日はどうや、どういう感じや。
そうですね。横山玲奈ちゃんのを聞いて、うん、あ、こうすればいいのかなっていうのをちょっと研究してきました。おぉ、怖いなぁ。そうですね。でも今日はお前、赤くじめりのいい雲がおるからな。そうなぁ。今日は恐ろしいよ、きなこの。きなこドリンク飲んで、赤くじめりの、なぁ、いい雲がいるから、ちょっとなぁ。これは要注意やなぁ。さあ行きましょう、いい雲。はい、福岡県のりょぶーんさんからです。ああ、だから、お前の悪い癖で、はい、その雰囲気だけ出そうとするんだけど。バレました？バレましたやなし。じゃあね、バレましたやないのよ。女分かってんでな。はい、だから、もっと、言葉を。言葉を。言葉を、言う言葉を、はい、要するに、胸に入れる。胸に入れる。あ、そう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 。はい、じゃあ、もうちょっと、くださいっていう感じ。くだす。え？くださいくだす。ええもうちょっと。だから、くださいっていう言霊やな。魂が言葉。ください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 っていう感じや、相棒。ください感。はい。えもうちょっと、ください。くださいよ。起きに行くな。もうちょっと。くださいっていう感じで、抜く、はい、抜く。もうちょっとください。お前よ、こう待ってよ、これ岸本、お前何ケラケラ笑ってんの、お前は。何？緊張するんですよ。緊張するんですよ。まあ、一生懸命仕事や、お前。一生懸命やってるから。すごいなと思う。このさ、何言っとんの演技指導がね。これゴールあるのかな、お手伝いな。この言葉にゴールあるんかな、でも一番輝く時だから。ちょ、ほんま、勉強せえ、勉強。はい、勉強します。さあ、いっぱい横山の聞きだよ。はい、東京都宮玲さんからです。わな、17歳は、めっちゃ声もあるな、ほんまにな。ああ、何お前何笑ってんねん。みんなが一生懸命やってんのに。いや、自分も今からこれやるんやな。恥ずかしくなってきちゃって。恥ずかしくなったら終わりや。やりますよ。やらなあかんねん、仕事や。通る道や。俺だってお前、たまに喋ってて嫌になる時あるよ。ハッとする瞬間。ハッとする瞬間。よく見てたら何やっとんねんと思う。なあ、おっさんが何を一生懸命よっしゃーとか言ってんねんとか思うの。まあ、ちゃんとセリフ分かってんねん、セリフ。ちょ、お前目飛んでるけど、大丈夫か、お前。いや、怖すぎて、本当に。大丈夫、とりあえずやってみよう。とりあえずやってみよう。俺が殴ることはないから、このコーナーで。大丈夫。ああ。またアドバイスくれるから、聞いてください。するから、はよ、岸本行くの。はい。神戸市のブラックデビルダウェイさんからです。スコア。いじったらあかん。うわーお。もう何言ってんの。なあ。ちょ、アドリブ入れたんか。やっぱり私、横山玲奈ちゃんが初登場の時に自分で付け足したじゃないですか。まだ勝手に付けちゃった。勝手に付けた。ほんで、またよりによって、わーお。いや、私も効果音付け足そうか。そういうコーナーちゃうねん、そんな。わーおなんか入れないねん。はい、もっぺんやり直し、わお抜き。わお抜き。そこは、いじったらあかん。あーん。ちょ、言うたでしょ、わさび抜きって。わお抜きって。最初に言ってるよね。あーんがいらんねん、もう。あーんが。はい、わかりました。あーんも。そこは、いじったらあかん。つけへんのかい。今ちょっと待ってた。あんかい。いや、いや、もうちょっと。いや、いけてきてる、頑張ってる、頑張ってる。
アドリブで、わーおーとか入れるのはあれはあかんけどな。はい。じゃあもう、王道で勝負しよう。ね。はい。はい、行こう。はい、福岡県のりょぶんさんからです。ああ、だからきついのが出てきてないね。出てない。うん。はい。きつい、きつすぎるって言う。きつすぎる。きついっていう。きつい。きつい、これきついっていうやつや。はい。うん、はい、こう。ちょっと、きつすぎます。ああ、なんかきついが入ったら、ちょっとの変化でこう、何笑ってんねん。いやいや、違うんです。東京都ジャネさんからです。こんなこと。どういうこと、何に対して、なんかこんなことさせないで、全体に対してこんなことさせないでないやんか。もっぺん、はい、ちゃんとやる、こんなことさせないで。ああ、なあ、こういう感じや。分かったな、岸本。はい、岸本、はい、行こう。おはよう。はい、神戸市ブラックデビルで上さんからです。うちもう、お前何足してんねん、お前。なあ、言う大将でもわさび抜きで頼みますっけ。なあ、何入れてんの、お前。大将言うたよね。ちょっと加減が分かんなくて。え、これ本当になしのやつですか。なしのやつや。これ本当になしのやつ。お前、あってもええねんけど、お前の言い方が間違ってんねん。ああ、はい、乗ったよ。はい、なし。うち、もう、トロトロやねん。それはいい話みたいな。場所終わりや。MBS ヤングタウン土曜日、すべてのコーナーの宛先は、yando@mbs1179.com、yando@mbs1179.com です。皆さんお待ちしてます。来週のゲストは、モーニング娘。18の加賀楓ちゃんです。横山と同期のカイディ、ヤンタン初登場です。楽しみです。3月10日公開、吉永小百合さん主演の映画、北の桜森、チケット当選者は、滋賀県ラジオネームつねさん、大阪府ラジオネームピッチンさん、兵庫県ラジオネーム明石家さよりさん、京都府ラジオネームチェリーさん、滋賀県岡本ひろみさん、以上5名の方がご当選です。おめでとうございます。さあ、岸本さんも今日は最初で、はい、いかがでしたか今日のヤングタウン。いやー、ちょっと今もうめちゃくちゃ暑いですね。まあ、あーんが、はい、いや、聞いたからな。そうですね。でもやっぱり生窪さんとか横山れなちゃんの聞いて、うん、さんまさんのお話とか聞いて、うん、ちょっともっと勉強しなきゃいけないなと思いました。そやな、はい、あのあそこはなんかどう勘違いしたのか。あ、そうそう。ピンクの音が勝手に貸したことがちょっと。なんか恨みに出るな。まあまあ、本に出る思ったのが恨みに出ただけでな。はい、分かるよ、努力は認めるわ。はい、でも、あんの使い方絶対おかしいじゃん。俺は。